いどうもパルでございますと、まあたまにはいいかなって。僕自身でこういう顔出し動画ってあんまり投稿しないんですけど、まあ僕自身がねちょっと基本的にその場のノリとテンションと気分で生きてるような人間なんでね、まあたまーにはこういう動画出してもいいのかなと思ってね、こういう形で撮らせていただいております。こういうさ開封動画で顔出しするのって初めてかな。いやわかんない、記憶力おじいちゃんなだけかもしんないけど、まあまあまあそんなことは置いといてね、今回開封するものがこちら。いつものあれどうしようね。それがこちら。はい、ラブライブサンシャインオーバーザレインボープチクリアファイルコレクション、こちらの方ね3つ購入してまいりましたので開封していきたいと思いますと。このね代々と映ってるチカチも今にも手握れそうじゃん。まあ今回はねちょっとグッズの大きさ的にもまあ顔出しでやった方が都合がいいかなと思ってね、今回こんな形でね開封させていただいておりますと。はい、ラインナップはこんな感じですね。ホプストとブラメロがあって全部で18種類となっております。花丸ちゃんが可愛いんだよな本当に。まあまあまあコタクはこれぐらいにしてね、早速開封の方に移らせていただきたいと思います。では行こう。はい、じゃあ早速一つ目ですね、行かせていただきたいんですけど、これあれだよね、あのビリビリっていくよりかはね、ちゃんとハサミ使って開けた方がいいっすよね。ちょっとハサミ取ってきまーす。てかよく見たらこれ1パックにクリアファイル2枚入りってなってたわ。じゃあ実質9種類みたいなもんか。これあれなのかな、花丸ちゃんは花丸ちゃんでセットで入ってるっていう感じなのかな、それともね完全ランダムなのか、ちょっと僕自身わかんないんですけど、まあとりあえずね一つ目見ていきましょう。さあ日ファイト。お、カーナンちゃんなんだけど裏側がヨーシコちゃん、ヨハネちゃんです。いや完全ランダムか。なるほどね、まあこっちがホップストでこっちがブラメロのねヨハネちゃんとなっているということで、なるほどね、こう同じメンバー同士で入っているってわけじゃないんですね。まあちょっと開けていきましょうか。はい、まずは1枚目、カナンちゃん、ホップストのカナンちゃんですね、来てくれました。いや可愛いってか、なんかこの大きさ的にさ、もうこれ剥がしにいけるんじゃ。なんかホップストの格好がみんなマジで可愛すぎるんだよね。はい、そんなわけでね1枚目はカナンちゃんが当たりましたと。そしてね最近そのカナンちゃんとねセットで出てくることが多いこのねヨハネちゃん、いやまさかすぎるな本当に。なんかもう運命としか言えないよねこの2人、もう新たなカップリング誕生か。もうさすが花丸ちゃんの嫁、もポーズがねめちゃくちゃかっこいいし可愛いですよね。もう俺も打点しそうだわ。これ見る感じだとホップストとブラメロが1枚ずつまあランダムで入っているっていう感じなのかな、まあそんな感じだと思うんですけど。はい、というわけでね2枚目はねヨハネちゃんが来てくれましたと。はい、じゃあ2つ目いかせていただきましょうか。さあ次は誰が当たってくれるのか。さあ日ファイト。お、これはお、リーコちゃん、リコちゃんと、はい、カナンちゃんですね。マジですげえなカナンちゃん率な。はい、まずは1枚目、リコちゃんですね。いや、最近本当にね、リコちゃん率がね、またね、戻ってきたということで、これさりげ僕動画で4連続で当ててるんですよ。なんかね、映画仕様のリコちゃんにめちゃくちゃ好かれてる感はありますね。いや、てか、本当にさ、格好がめちゃくちゃ可愛いのも、ホップストみんなに言えることなんだけどさ、こういうね、おしゃれな格好した女の子とね、まあ、海外旅行とか行ってみたいですよね。こんなパーカーで何ほざいてんねん。はい、その中で1枚目はリコちゃん来てくれました。はい、そして2枚目ですね。まさかのカナンちゃんコンプするっていうね。いや、これ本当にすごいよ。もうステッカーの時も思ったけどさ、アクティブに動画に出すぎじゃね？まあまあ、こうやってね、両方のバージョン揃えられたっていうのは僕自身も嬉しいことなんでね。はい、というわけでね、2枚目はカナンちゃんが来てくれましたと。はい、じゃあ3つ目最後行かせていただきましょう。さあ、花丸ちゃんは来てくれるのか？さあ、日、はいと。お、マリさん、マリさんと、そして裏側が、はい、ヨウちゃんですね、来てくれました。このヨウちゃんと手繋いでジャンプしてえな。やっぱホプストと言ったらマリさんですよね。まあちょっとこんな言い方するのはあれなんですけど、あの家庭のね、あの事情がなければね、あの場所でのあの最高のホプストは生まれなかったわけですからね。そう考えるとね、やっぱりあのマリさんに対して言ったあのきつい言葉、それもね、ちょっとマリさんのことをしっかりと思っての発言でね、しかもその結果ね、あの最高のホプストが生まれたわけですから、もう、マリスママに感謝ですよ。まあ結果的に何が言いたいかというと、ママライブ最高ということでね、1枚目はマリさんが来てくれました。はい、2枚目はね、ブラメルのヨウちゃんですね。まあブラメルのヨウちゃんって言ったらやっぱりあれだよね、ちょ、月ちゃんとのね、こうリンクするよ。リンクするよ。月ちゃんとのね、ちょっと絡みみたいなのね、やっぱり結構思い出しますよね。このね、前の動画のコメント欄にもあったんですけど、この2人してね、あの、マリさんが投げた制服に対して、制服って言ってね。あのジャンプしていくし、あのシーンもめちゃくちゃ可愛かったですもんね。こう新しい学校でね、月ちゃんと赤のメンバーがどういうね絡みをするのかっていうのもね、ぜひぜひ見てみたいものですね。というわけでね、最後はヨウちゃんが来てくれました。
てかそっか、これちょっと数多くてね、ちょっと今まで気づかなかったんですけど、はい、ギルキス揃いました。まあ同じ衣装ではないんですけど、まさかのねこれでギルキスが揃ってしまうっていうね、いやなかなかのギルキス率、いや最高すぎ本当に。最後にねマリさん当てたのさらっと神引きだったんですね。はい、そんなわけでね、また動画内でギルキスの3人を揃えることができましたと。シャロンはいつ揃うんだろうね。まあまあ今回はね、僕の推しである花丸ちゃんは当てられなかったんですけど、まあギルキスのね3人揃えることができてね、まあ圧倒的カナンちゃん率も見せられたということで、まあまあまあいい結果だったんじゃないかなね。はい、じゃあそんなわけでたまにはまともに終わろうか。いやそれだと今までの終わり方まともじゃねえみたいだな。はい、じゃあそんなわけでね、今回この辺で終わらせていただきたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、ツイッターのフォロー、サブチャンネルのチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますと。で、これ僕自身あんまり言わないんですけど、こんな感じのね、顔出しの開封動画もっと見たいよっていう方はね、ぜひぜひ動画の高評価よろしくお願いいたしますと。いつものね、顔を出さない机の上での開封に比べてね、まあちょっと大変さが増すんですよね。なのでね、僕のモチベーションが上がるように、ぜひぜひ最後に動画の高評価よろしくお願いいたします。ではさようなら。